山田です。本日はですね、ダークライが復刻ということで、ダークライね、初めて色違いが実装された時ね、結構いろいろ苦い思い出があるんですけれども、今回はですね、普通の、レイドということで、普通に厳選していきたいですね。強いのも欲しいし、色違いも欲しい、なんならこう、個体1の色違いが欲しいということですね。今回もちょっとね、レイドやっていこうと思うんですが、もう出てますね。はい。今回のですね、ダークライ、何か新技追加というわけではないんですね。なので、個人的にはですね、ほどほどにやるのでもいいのかなと思ったんですけれども、自分の手持ち見たらですね、強いのがやっぱ少なくてですね、全力です。はい、全力でやらせていただきます。はい、ということでですね、本日はですね、いつも通りの上野ジャン、はい、はい、今日新宿です。はい、今日は新宿で、試しにやってみようかということで来ておりますよと。新宿、最近ね、僕レイドやってなかったんですよ。はい、新宿でレイドやったらどんなもんじゃいなっていうのをですね、見たいんですけども、今ね、これ、平日だよね、の昼過ぎ、駅前、終わるのがあと5分4分ぐらいのやつで20人揃うんだね。これが新宿、 This is 新宿。やっぱ駅周辺の集まり具合でいうと、やっぱこっち側の新宿とか渋谷とかの方が上野よりはいいのかな。上野って秋葉原へのアクセスの良さと、あと公園っていう2点なんでね、もしかしたら新実装とか、なんか久しぶりの復刻とかは新宿がいいのかな、もしかしたらな。はい、何はともあれ一旦やっていきましょうかね。はい、なんかおすすめバトルパーティーがね、テラキオンとかめっちゃ強い、なんでレクザ、違うローブシンとかでしょうかね。はい、悪タイプですからね、相手ね。はい、ちょっと悪タイプにはもう角とバチコリ当てていきましょう。シャドウボとかは耐えますね。今回ね、つい先日、もう開催されました、ドッコラコミュデのおかげで格闘ですよね。はい、ダークライ対策が、揃ったよって人もね、多いと思います。今回はね、サクサクっとね、はい、クリアできたよと。昔は苦労したけど今回は余裕だぞみたいな人も結構いるんじゃないでしょうかと。はい、まずは1戦目終了ですね。さあ、色は通常からですね。にしてもやっぱこの背景がいい。なんかさ、今回のこのハロウィンの背景、どんなポケモンでもさ、マジ映えるよね。あ、そうだ、思い出した。ダークライって左右に動くタイプだ。嫌い。この動きするやつ嫌いなんだよな。だってさ、ボール投げるのが大変になっちゃうのよ。これボール投げるの大変。ほら、もう左行かないのよ。左行っちゃってで戻るのね。そう、こういうことすんのよ、この子たちは。遠足入った。文句言っちゃってごめんなさい。ゲストでありがとうございます。 XL なのもちょっと足りないですね。つうことは、メガ進化とかも利用しろってことですね。メガだと何がいいんだろうね。メガって入れるとそれはそうなるよね。はい、メガ進化だったら悪でしょ。ヘルガーとかにしときます。飴いっぱいもらえるようになるもんね。そしたら一旦ヘルガーにしときましょうか。 OK、 はい、よっこいしょっと。じゃあこれでね、飴ちゃんもがっぽりがっぽりがっちょんちょんだと思いますので、やっていきましょう。あと今ハロウィンイベント中なんで、しっかりとサークルの中に入れてね、ゲットすればね、飴のボーナスも乗っかりますんで、そこも有効活用していきましょう。あれ、奥にいたやつ聞いちゃった。レイドは時間見なきゃダメですね。今ですね、新宿の西口の方ですよね、にいるんですけども、この後ろですね、久しぶりに来たよ、新宿西口のポケモン広場。なんかまあまあ人いますね。なんか座ってる方もいらっしゃいます。ちょっとね、あっちで座ってね、撮影しちゃいますとね、なかなかこう皆様ね、やっぱポケ活してる皆様気が散っちゃうと思いますので、ちょっと離れたところで撮っておりますよと。でダークライは、あれダークライ今俺ニアバイ、あれいた気がしたんだけどな。リモートパスリいけねえかな。ある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 、これだ。はい、御苑チャペル、御苑か。
ちょっと今から御苑は遠いんだ、このままリモパスでちょっと飛んじゃおうか。そしたらちょっとリモパスちゃん使っちゃいましょう。まあ初日ですしね、今日タイミングって難しいね。なんかみんな透明になるんですけど。そういえばさ、今回のあの、まあ、ダークライっていうかハロウィンイベントですよね。ハロウィンイベントもなんか結構そのバグがいろいろ発生していて、であのアバターとかが消えちゃう、なんかこの組み合わせするとアバター消えちゃうよみたいなバグが発生してるみたいな話を聞いたんですよね。なんかあのだからハロウィンなんかやってるの、思い出した。そういえばさ、今回ハロウィンイベントでさ、まあ、いつも通りねシオンタウンのテーマがさ、まあ、流れるかなと。で夜になってみてさ、昨日ね僕あのロケして昼間は流れてなかったから、夜かーつって言って、どこか行ってたんですよ。夜になっても流れなかったんですよね。みんな流れた？昨日何回アプリをね立ち上げ直したりとかねしてもね全然流れなくて、どうなってるのか誰か教えてくださいこのね、あの仕様なのか何なのかよくわからないことがね、ほんと多いよね。てか何なんだろう、今年はなんかちょっとこのハロウィン前後、ナイアンティックさんなんかぐずついてますね。まあいつも通りか。ナイアンティックが不具合が出たりとか、なんか発表ミスったりしてぐずついてるのはいつものことでした。慣れちゃあかんよね。その環境に慣れている、もう7年以上そういうの見ている皆様もね、僕と同じ心境ですよ。またかみたいなね。鳴らすな、ユーザーをそっち側に鳴らすな。よし、倒したかな。さっきが2114とかだったんですよ。でまあまあ強いぐらい、弱かないぐらいだったんで、それは超えていきたいですね。ダークライちゃん CP は、あー108か、さっきよりちょい弱い。個体値はまあしゃあない、色が見たい。あーしょうがないね。で今回はちょっとさっきと違ってちゃんとサークルに出たいから寄らないで、橋に寄らないでください。そう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 、えらいよ。真ん中にいながらにして、でもナイスになっちゃった、もうナイスになっちゃうんだもんな。まあ、ナイスでも入るときは入るけどさ、ちゃんと飴が欲しいので入れていこう。サークルに入れていくって、風強くて目痛いな。もうサークルずっとショボショボしてるけど、俺顔もう、あともうね、あの僕あの花粉症なんですけども、秋花粉がもうビュンビュン飛んでます。もうね目が痒くてしょうがない。だからもうあの花粉症の薬飲まないとねやっぱダメですね。朝飲んだんですけど、多分ちょっともうちょっと切れてるのかな、飲んだ時間早かったから。まだもうそうそう飲まないとダメだって。あくれ頼むよ、もうあの弱ってるから早めに入ってください頼むって、早くして、早く入ってほしい気持ちもあるけど、あの早く風がないとこに移動したい気持ちもあって、うーん裏腹、すごく気持ちが裏腹入った。よし素晴らしい。この状態だとアメちゃんはどこでしょう。でけー、 XL6 のアメ70でけー。こういう感じでちょっと取っていきたいね今日はね。あとはまだ出てないね。一旦新宿離れるか。はい、ちょっとタイミングがね新宿微妙だったんで、池袋の方に移動してまいりましたよと。そしたらね駅前にあったんで、これちょっと入っていこうかな。はい、まあ、時間的には余裕あるんで、まあ、今ね0人だったけど、多分全然人来てくれると思います。新宿も池袋も大差ないでしょ、ね、似たようなもんだと思ってますよ僕は。ダメか？え、ダメか？あれ？ちょっと待ってみようか。よかった。とりあえず人数は揃いましたね。あと新宿ほどは風が強くなくていいかな。うん、新宿ってなんかあのやっぱあの駅の周辺さ、ビル風すごいよね。うん、密度の問題なの、あれ何なんでしょうかね。はい、よし3戦目だ。でね、ダークライね、ここ以外にもねちょっと行けそうなんですよね。
もう一箇所ぐらいなんか入れそうな、てかそろそろ割れる感じのがあったんで、そちらの方もできれば行きたい。歩いて行ける距離だったら歩くし、まあ、遠かったらまあリモパス、はい、使っていこうかな。リモパスほんと使う機会減ったな。もうね、ナイアンティックが価格の改定をしてからなんだかんだ結構も経ちますね。はい、リモートレイドパスちょっとごめんなさい高くしますって言って、そっかり現地レイドみんなやってねみたいな感じの方針になって、結局も1日5回しかやれないのもそうだし、やっぱ高えからまあ歩きゃええやんっていう感じで、結果、足を使ってレイドやっております。まあ、足使ってっていうのもなんか最近はあれですけどね、僕本当に今さ、ポケモン GO 以外の位置情報ゲームもね同時進行ですごいやってるから、だからポケゴー単体をやろうっていう時よりも移動距離がその歩いてね、結構増えたんで、おかげさまでね、この4年ぐらい前とかの体力にはねちょっとね戻ってきている、歩けるんで1日おかげで、レイドも全然苦じゃないって感じですね。回るのがね2054低いなぁ。21は超えて欲しかったけどね。どこでしょう。ちっちゃ。ちっちゃ、あ、でもそっか。ちっちゃいでかいが出てから初だくらいか、今回。でもなんか今回、アメちゃん欲しいからサークルに入れたいからさ、ちょっとちっちゃい嫌だなぁ。でかいはいいけどちっちゃいは嫌だなぁ。で、入っちゃうんかい。サークル入れたい時に入っちゃうんかい。まあ、いいか、しょうがねえか。あ、でもまあ、アメ4個もらえたならいいでしょう。XXS か。ちっちゃいな。なんか、わかんないけど、とりあえずお気に入り登録しとこう。ほいっ。弱い。ちっちゃくて弱い。一番可愛いやつですね。ちょっとまあ、また周辺に。あ、いるじゃん、ダークちゃん。これはどこだ？ちょっと位置関係。あ、これ駅の反対側ですね。じゃあ、ちょっとそのまま、これパス使っちゃおう。はい、南池袋パーク。池袋ってね、僕、まあ、来るんですよ、来るんですけど、レイドであんまりやらないからね、ジムの名前見ていまいち位置関係がわからないな。まあとりあえずね、そのままちょっとパス投げちゃう、リモートパスでやっちゃおうか。だくらいね、やはり色違いも欲しいけれども100も欲しいということでね、今回の期間中ちょっと頑張っていこうかなと。で、ダークライなんですけれども、まあ、悪タイプアタッカーとしては、まあ、まだ別にあれだよね、ダメみたいな感じにはなってないはずなんで、で今後どうだろう、ちょっと後で調べてみよう。悪タイプ、ちょっとね、このレイドが終わったら今回のダークライレイドどれくらいガチるべきなのかっていうのちょっと個人的に気になるんでね、ちょっとね調査してみようと思います。とりあえずこの子をバチコリ倒していっちゃいましょう。よし、倒しました。ダークライさん、さっきはちょっとね CP も可愛い感じだったんで高めだと嬉しいよ。よし、1超えた。いやでも別に今日の1番ではない。まあいいや、大事なのね、個体値だけじゃない、色も欲しいよと。ダークライ色違い結構かっこいいからな、強いのがちょっと今回は1匹ぐらいは色違いで欲しいんだよね。よいしょ、ちょっと雨稼ぎのためにもう一回ちゃんとサークル入れますね。ほいっ、揺れ揺れ、よし、いいじゃん。グレートでも仲いいね。はい、ということは雨8、むっちゃ嬉しい。はい、ということで、まあ、4匹目のダークレンですね。もう一箇所すげえ近いところにね、これ出ているな。どっちだ？あー、あっち側か。よし、行ってみよう。よいしょ、じゃあもう一回入っちゃいましょう。よし、まあ人数はまあまあ集まったんでね、討伐は普通にいけそう。ちょっと CP 見れなかったな、強いかどうか。まあ何回も頑張れってことか。はい、ということで、まあちょっとね今回ダークライやっていったんですけども、ダークライね、まあ、悪タイプのアタッカーとして、まあ、どれくらいの強さかなっていうのをですね、軽くですねちょっと今見てきたんですけども、正直現時点だとね、ダークライねちょっと技欲しいですね。いや、まあ弱くないですよ、弱くない、全然アタッカーとして優秀ですし種族値も高いんですけども、今ね分回すですよね。はい、悪技だと分回すがあって、まあ分回すを覚えられるサザンドラとか、
バンギラスとか、この辺がね結構今強いんですよね。で、その上にさらにこうメガ進化のね、まあそのまあヘルガーもそうだし、まあバンギラスもねそのままこうできるじゃないですか、メガできるじゃないですかっていうところがあって、ちょっとね、いやすごい強いんですよ、すっごい強いんですけども、要は伝説とか幻じゃないけど十分にアクアタッカーとして強いよみたいなコラがやっぱいると、っていうところがあるので、例えばバンギラスの、ブンマース艦隊とか、サザンドラ艦隊とかそういうのを組んでたら実はダークライじゃなくてもいいのではみたいな、そういうところはあるかもしれない。ただのタイプ相性が違うんで、もちろんね持ってるタイプが違えば弱点が変わってくるので、そういう意味では強く出れる部分もあるので、あのダークライがね弱いってことはならない、めっちゃ強い、めっちゃ強いんですけども、アクだけで考えたら他のもいるみたいなところですかね。はい、でもとはいえメガ進化を除けばトップ3とかには全然入ってくる、そういうアクアタッカーなので、まあ、の即戦力ですよね。もうパッとゲットしたらそのまま CP もね2000超えてて強いので、あの即戦力アタッカーとしてはもうめちゃくちゃ優秀ですね。はい、あと何より単純にダークライは、まあ、人気なポケモンでございますので、はい、あの皆様ねちょっとねやっていきましょう。ちょっとね今日日中色違い1匹ぐらい出してーなーと思っているので、まあ、この後もね軽くあのリモートとか現地のパス利用しつつ一回狙っていきますが、まあ一旦動画はこの辺で終わりましょう。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ X、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネルのポンタのチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。